あそこの拠点崩れ始めましたね。初日複数人でやってたけど、1日目でやめたって感じかな。まああとね、この辺めちゃめちゃ石湧いてるんで、あんまり人がいないっぽいっすね。最深部までは行けなさそうかな。まあでもなんか装甲板とこ見えてますね。いや、待てよ。レイドされた後かもしれん。金属バリケードが一部なくなってた。で、自分の拠点もちょっと増築したいっすね。今だったら簡単にレイドされちゃうんで。多分、ここ、もともとあったよね、バリケード。風化でなくなったのかな？え？宝具棚、落ちてるわ。タンス柱が風化したっぽい。金属がなくなったんだ。タレットとかあるかな、これ。あれと中にあるっぽいっすね。もうちょっと風化しないと見れないかな。そうだね。風化待ちって感じだな。んで、こっから中に入っていく感じがする。ん？なんだこの構造。ちょっとずれてる。すごいな。こっちもそうだ。ずれてます。パレット。屋上にあったんだ、多分。もしかしたらバックパックまだあるかもな。屋上にあったのは1台だけかな。つけられない。まあ、4階部とかもね、はしごで上がってみてもいいけど。多分中にはまだ入れないんだよな。これはまだまだ耐久あるんですね。まあ多分1日目にめっちゃプレイしてたけど、そっからやってなくて、宝具棚の物資が尽きた感じかな。まあでもめちゃめちゃ白石手に入ったんでね。拠点強化はすごい進みます。無事帰宅。で、マップ見てみると、ついにカーゴシップ来ました。でね、3箱もう湧いてるんで、まあ、泊まるとするなら、まあ、自分の拠点の近くの港に泊まると思います。まあでもね、まだこっち側来るのに時間かかるんで、その間低質燃料集めるためにドーム行きたいと思います。港来る前に場外に出ていくなんてことないよな。大丈夫だよ。え？何あの塔？前回あんなんなかったよな。上にすごい伸ばしてます。え？で、この拠点もかなりでかくなってる。で、馬止まってんだけど。誰かいるのかな？ん？足音するわ。誰かいる。落ちて死んだぞ。何やってんのこいつ。倒すまでもなかった。とりあえず馬に乗って帰ります。無事帰宅。俺、カーゴシップ、今からスモールリグの方ぐるっと回るんだけど、これ、港まで来んのか、本当に。場外に出てったら、運なさすぎるけど。え、ボートある。
最悪。ちょっと一回引こう。俺部品系持ってるんでね。あいつもしかしたらカーゴシップ待ってたかもしれんな。でこの辺から AI の銃声もしてたんで気をつけないと。カーゴシップ港到着したらだいぶ戦闘になりそうだな。部品系持ってたんで沖に戻ったんですけど、港の方でね AK とか、まあ、それこそさっきのセミライの銃声とかしてました。あ、いるな人。多分みんなね、もうカーゴシップが止まると思って港に集まってきてる。多分俺城内入ると殺される気がするんで一回上から様子見ようかな。ん、今んとこ人の気配ないけど、まあ、絶対一人以上はいる。姿現さないっすね。向こう側にいるわけでもないんだよな。で、カーゴが近づいてきた。ダブバレ持ってこようかな。Python、ダブバレで、奥っ側、場所取ろうかな。で、多分ね、殺されると思うんで、死んだらトンプソンとか持って戦いに行きたい。違う方から AI の銃声か。まあ多分ね、港にカーゴ10分ぐらいは滞在すると思うんで、3回ぐらい死んでもチャンスあると思う。いやー、これ泳いで向こう側行くの、リスクあるかな。お、汽笛鳴らした。ぴょんぴょんして渡れるかどうかっすね。来てますね。多分みんな今カーゴに釘付けだと思うんで、今のうちだな。まあ、ここら辺はね、前に予習したんで、向こう側の行き方はわかるんだけど、アスレチックしなきゃいけないんだよな。ここ。足音立てる。15分くらいと減ってますね。で、到着した。まあ、だから貨物船の中に人はいる。おいおい、来た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 。足音してるわ。港に絶対 AK 持ち潜んでるんで、その人たち先行ってもらいたい。お、いいね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 。カーゴシップの中にどのコンテナを入れるんだろう。あれかな？ん？銃声とかの動きはないっす。動いてるか？あ、待って、あれが動いてる。向こう側戻らなきゃいけないのか、これ。人見てる？あの赤いコンテナかな？あ、そうだ。え、どうやってあそこまで行けばいい？とりあえず今一つ動かしてる感じっすね。ぐるっと回るか。いやー、もっと戦い起きてくれ。じゃないとこれ乗り込めない。え、これ入れるのか？え？入れる。ちょっと待って。入ったは入ったんだけど、絶対殺されるやん、これ。で、しかもこれ、三つ目なんで、これ積み終わって俺殺されたら戻ってくる時間ないかもしれんの。うわー、トンプソン持ってきとくべきだったか。もうちょっと人来て、かき乱してほしい。その間に、この忍者のように行きたいからね。で、結構近くで足音してます。ん？これ今俺じゃないよな。ん？いや、多分これ今、俺が入ってるコンテナ、あげられてるわ。あ、俺が動いてる。そうだ。今、船の上に上がってると思う。でも、どのタイミングで出るかだな。お、走った、走ったし。そこにいる。今、目の前いるぞ。
多分今離れてった。え、待って、クロスボウ持ち？あ？これ制圧した人は帰ったか？ボックス脇の押しちょっとしてるけど、15分くれとあと12分くらいだったんだよね。で、多分この汽笛でカーゴ動くかもな。バレット。AK 持ちは降りた可能性大っすね。おお、開けるし、港から離れてます。え、今このカーゴに乗り込んでるのって俺以外いるのかな？どうなんだ？いるのかいないのか。いなさそうかな。何も積まれてないんだ。で、積み上げられたコンテナは、いろんな場所に置かれるっぽいっすね。これ、俺が乗ってきたやつだよな。やば、マイナス22度。なるほど。俺が倒した人以外は港到着して降りたっぽい。まあそうだよな。港で戦闘起こるの分かってるもんな。あと6分。え？マジで？俺何のためにここいるの？多分デカボートもないよな、これ。後ろ。あ、やべ。ラットダメ。うわぁ、結局、15分クレートもオープンすることできませんでしたね。まあでも、経験を買ったって捉えることはできる。まあそれと、タレットとパソコン。まあでも今回みたいな感じでコンテナ侵入して積み上げられた後に出るっていう流れはつかめた気がします。もうちょっと戦闘起こってほしかったな。あ、死んだ。絶対にピン打たなきゃいけない。だいぶ離れてるんでね、泳ぐセット持っていきましょう。ボートとか湧いててくれたらそれ乗りたいけど、多分ないんだよな。朝が来ましたね。足ひれつけてるんで、今結構泳ぐの早くなってる。死体ありますね。これを拾おう。やっと自分の拠点に戻ってきました。無事帰宅。微妙だな。発光は湧いてなさそうだけど、リサイクラー回しに来ました。湧いてる？拠点強化し始めようかな。無事帰宅。ガレージドア4枚ほどクラフト。前のシーズンみたいに一応増築はしていくんですけど、形は違う風にしたいと思います。
木材なくなってしまって強化が進まないっすね。取らないと。4000ちょっと集まりました。かまど回しつつ、この辺金属強化していきます。よし。割と強化できましたね。一応上から見た拠点の構造はこんな感じですね。今回原油焼こうとか言ってて結局焼けてないんで、港の製油所行こう。まあ敵はいないような気はするけどね。で、ロープも欲しいんで、裁縫道具、リサイクラーかける。向こうにも、わら箱開いてんな。あのわら箱も開けるか。やっと防護スーツ出ましたね。コンポーレイド。コンポレイド、邪魔行くか。ちょっとだけ回収して、ここに捨てていきます。で、まあ近いっていうのは分かってるんだけど、どの辺だ？あと一回ぐらい爆発音欲しいっすね。あの拠点は風化し始めてる。あれかな？これ、梱包爆薬追加で取りに行ってる可能性あります。あれ。やり終わった後か。間違えた。仮にここをレイドしたとしたらもう絶対戻ってこないね。爆発音してくれないと。行くに行けないっすね。で、港で一つ確認しておきたいのが、カーゴシップ到着して、あの赤いコンテナ、もともとあるものなのか、カーゴが到着してから出現するのか確認しておきたいっすね。やっぱ、カーゴが到着してから出るっぽいな。だから先にコンテナの中に入っとくみたいなことはできないっぽいっすね。まあまあまあ、そりゃそうかって感じではあるけど。え？また鳴ったんだけど。持って帰りましょう。提出340。え？ドームの上でサプライ焚いてる。で、風化結構進行してます。まあ複数人でやってるんだろうな。無事帰宅。ということで、今回でね、今シーズンの目標だったカーゴシップ、一応乗り込んだりできたんですけど、まあ実際めちゃくちゃアイテム持ち出せたわけではないんで、まあまたタイミングが合うとき、リベンジしたいですね。